ここは塔の外に出たみたいね。おい、シルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたはヒソによってここに封じられたのではないのか。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の打つしみ、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。このモナドをあなたが。そうだ、鬼神界に降するため、神の剣として遥か昔に我が作ったものだ。だけど、なんでこんな残酷な目に。モナドとは、この世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか、こんな小さい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。バカな始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの。そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。
こだ？どこがこの力の中心だ？あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ見つけたぜ。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまいなあ。ザンザさんとやらいいよ。モナドは人を斬ることができない。それが枷なんですか？それと顔つきとに何の関係があるのですか？それを己が目で確かめるのだ。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。断てぬものはただ神のみ。よせシルク。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろ。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ僕は継子者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。さすがよ。なに、ザンザ。てめえは黒い顔つき。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがんだい。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。やりに来たらお前らがいたってわけよなあ。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、
私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい、あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルンを、フィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ。クズ。シルク、弱い、弱すぎるぜ。ダンバン、小娘が。メディア、ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。いや、まさかそんなはずは。ダンバン、やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねえよ。何、やらせは済むぞ、騎士兵。陛下。ゲームは、大事ないか、メリア。はい、父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソジジイが。メリア。そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまた。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい、そなたの意のままに。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、騎士兵、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。うわあ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シュルク。なんだなんだ、小僧をまだやろうってのか。集中させて、あのエンチャント、やった。
舐めたことしやがって。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、人間、まさかフィオルン。とどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、また間に合わなかった。見えていたのに、分かっていたのに。シュルク、なんでだよ。なんでこうなっちまうんだよ。父上。メリアよ、我らが希望なくでない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホブスの血が入っているだけでいいのなら。
そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。だから忘れるな。要はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。モナドを継ぎし者よ、私はそなたに託したい。そが伏したモナド、そなたならきっと。はい。メリア、泣きたいのなら今は泣ける。だが涙が乾いて後は。メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。全ては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。嵐は近い。以上のごとく、皇太子メリアの即位は1年の服務の後とする。なお玉座空位の間は皇太子殿下の采配により私が摂政としてその職権を行使するものである。これに不服依存ありし者はこの場にて巨神の皆においてその旨を申し立てよ。記録院、探求院ともに全員一致で殿下のご裁定への賛成を決定いたしました。諸君、諸教の指示に感謝する。つきましては殿下、大気深海対策会議を開きたくここに進言いたします。対策会議か。確かに早急に防備を固める必要があるが。防備だけではございません。攻勢に出ると申すのか、この皇都復旧の折に。我が探求院に策がございます。みんなどうしたんだもん。なんか変だもん、すっごく変だもん。
グーグーで悲しいのかも。おっさんよ、さっき飯食ったばっかだろうが。半日くらいで悲しくなったりしないんだよ、俺たちホムスは。そうなのかも。ホムホムは我慢強いんだもん。リキ尊敬するもん。でも、あなたたちの顔、やっぱり気になるわ。ダンバンだって、急に一人になりたいだなんてどこかに行ってしまうし。あの鬼神兵の奏者のことであろう。メリア、もう大丈夫なのかい？大丈夫とは？父上のことなら心配は無用だ。私は進まねばならないのだろう。強いな、メリアは。茶化すな。それより、私たちにも話せないようなことなのか？僕たちの幼馴染なんだ。コロニー内で鬼神兵に襲われて死んだと思ってた。俺たちを忘れちまったのか。似てるだけでフィオルンじゃないのか。もし彼女がフィオルンだとしたら、本当に辛いのは僕たちじゃない、ダンバンさんだ。どういうこと？フィオルンは妹なんだ、ダンバンの。そのフィオルンとやら、シュルクの大切な人だったのだろうか。大切？当たり前さ。俺たちはそのために旅をしてきたんだぜ。あれがフィオルンなら、なぜ、なぜ答えてくれなかったんだ、フィオルン。そうだ、ダンバンさんのところに行こう。ダンバンさんなら。探しましたよ。こんなところにいたんですね、シュルク。すまんな、みんなに心配かけたか。どっちかっていうと僕の方が。ん？みんなと一緒にいて
フィオルンのことばかり考えている方が気を使わせちゃうみたいで。気を使わせる？ええ、フィオルンが僕たちのこと何もかも忘れてたのか。そういうことか。シュルク、俺はな、ここで悲しんでいたわけじゃないんだ。あいつが生きていたことを一人で喜んでいた。ダンバンさん、フィオルンは俺が結構大きくなってから生まれた子だった。割とすぐに親父が鬼神兵にやられてしまったからな。俺は小さなあいつを守ってやらなきゃって自分が父親みたいに思ってた。羨ましかったですよ、フィオルンが。そうだな、あの頃からずっと一緒にいてくれたんだったな。ええ、俺はな、シルク、フィオルンを嫁にやるならお前しかいないと思ってた。なんでずっと一緒にって言うならラインだって。あ、でもな、あいつはフィオルンには好かれんだろう。そうなんですか。そうらしい。俺なんか自分の昔を見てるみたいで嫌いじゃないんだけどな。いや、だからこそダメなのかもしれない。なあ、シュル君。はい。失われた命は絶対に帰ってこない。それに比べればどうってことないと思うんだよ、記憶がなくなるくらい。そうか、そうですよね。小さい頃から一緒に過ごしてきた時間はそんな簡単に消えるもんじゃない。もし記憶を失ったとしたって取り戻せばいい。力を貸してくれ。あ、頼むぞ。はい。よし、戻ろうか、みんなのところへ。お、戻ったな。気持ちの整理はついたのか。ああ、心配かけたな。シュルクも平気か。うん、ダンバンさんと話してすっきりしたよ。そうか。シュルク殿、カリアン様がお呼びです。あ、何か起きたのかな。さあな、言ってみればわかることだ。方々、お呼び立てして申し訳ない。いえ、何か僕たちにお話があるとか。私は皆さんにお詫びせねばならない。ハイエンターの傲慢を。
我々ハイエンダーは鬼神から遠いという地の利と、そして先人が残した強固な防衛機構に安穏としていた。いや、しすぎていた。鬼神兵の信仰を下界の匙として座視していたのは誤りであったのだ。カリアン殿下、それじゃあ。ええ、これからは我らも共に鬼神界に立ち向かっていこうと思う。兄上。そしてお願いがあるのだ。ホムス、ノポン、ハイエンターが手を取り合って旅している君たちの姿こそ、巨神界連合軍のあるべき姿。連合軍編成への準備として、ホムスやノポンとの橋渡しを頼みたい。どうしました、シルク殿。少し考えさせてもらえませんか。シルク殿は我らに力は貸せぬとお考えなのだろうか。兄上、そうではないのです。メリア、シルクにはやらねばならないことがあるのです。シルク、らしくないよ。ごめん。別に責めてるわけじゃないって。フィオルンのことだろ、考えたいことって。うん、だよな。ハイエンターがホムスやノコンと手を取り合うのはお前も願ってたことだもんな。だけど僕は。行くがよい、シルク。メリア。私は陛下の父上の愛を信じられなかった。やっと気づいたのは父上が死ぬ間際だった。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。ありがとう、メリア。僕決めたよ。僕はフィオルンを取り戻しに行く。だが、いいのか。俺が一人で探しに行った方がみんなに迷惑かけるわけにはいかん。僕は、僕自身がフィオルンを取り戻したいんです。シュル君、連合軍の方は任せておけよ、俺に。お前ほどうまくできないだろうけど、やってみる。俺にできるだけのことをさ。いや、それは私の役目だ。私はハイエンターとホムスの根血だ。皇太子であり根血児である自分ならきっと連合軍をまとめられる。メリア、それじゃあ。ああ、私はこのコートに残る。お別れだな。あなた、それでいいの？もちろんだ。だがその幼馴染を取り戻したらすぐにまた戻ってきてくれ。待っているぞ。ありがとう、メリア。やっぱりカリアン殿下にちゃんと話してきた方が良かったんじゃ。兄上なら分かってくれる。それより周りの重臣どもがうるさいことを言い出すかもしれんからな。面倒は少ない方が良い。そうか。じゃあ、行くね。ああ、さっさと用事を済ませてこい。手伝ってほしいことは山ほどあるぞ。わかった。シュルクの望みを叶えるためにわざと離れるなんてなかなかできることじゃない。私は仲間として当然の。
でもね、覚えておいて。距離が離れるとやっぱり気持ちも遠くなりやすいの。それはピオルンって子を見つけたら、できるだけ早くあなたのところへシュルクを連れていく。希望は捨てないでね。あ、そのありがとう。いいってこと。私はあなたのこと気に入ってるんだから。兄上。ご出立ですかな、皆さん。これはご挨拶もなしに出て行こうとしてすみません。でも僕たち行かなきゃならないところがあるんです。なるほど。ですが置き去りにされる我が妹は少々寂しそうで不憫ですな。私は皇太子としての義務を。メリアがもう一人？違うもん。メリアちゃんと匂いが違うもん。ええ、妹にはもう少し巨神界のことを勉強してきてもらわねばなりません。その間皇太子としての公式行事をこなすためこのようなものを用意しました。兄上、皇太子殿下、臣下として部をわきまえぬ非礼でありながらお願いしたき儀がございます。うん、申してみよう。シルク殿と共にコートを襲撃した鬼神兵の追撃をお願いしたく存じます。カリアン殿下。シルク殿、事情はすべて伺っております。今はお心のままに行動されてください。いつかまたお力を頼る日がきっと来るでしょう。殿下、ありがとうございます。粋だね、あの王子様。ほんと、あれでもう少したくましかったらね。たくましかったらなんだよ。さあ、よかったね。白銀の鬼神兵は体験の警告の先に築かれた奴らの拠点ガラハド要塞方面へ飛び去ったとの報告が入っています。厳しい道中となるでしょうが、妹、よろしくお願いします。わかりました、必ず無事にお連れします。摂政よ、そなたからの婚声心得た。シュルク殿と共に必ず果たしてまいろう。強烈にございます。僕も行こう。アルビース、君が？ガラハド要塞に向かうには巨神の右腕バラク雪山を抜けなければならない。あそこは雪深い山脈だ。初めての人には越えるのはままならないだろうから。そうか、予言官殿は。よし、そうと決まったらすぐ立とう。連合軍のことはお任せください。今まで手を取り合うのに壁となっていたのは我らの傲慢さなのですから。できるだけ早く僕たちも合流します。楽しみにしていますよ。それでは勇ましき者たちの旅立ちに我らの敬意を。なんだよ、来た時とはえらく違う態度だな。そういうこと言わないの。行ってきます、カリアンさん。あなたは。
さてと、ガラハド要塞へ行くには大剣の警告を通らなくてはいけない。コロニー6があの状態じゃポットを打ち上げるわけにもいかないわね。どうやって行くの？巨神の右腕から降りるのさ。巨神の右腕は鬼神の剣、つまり大剣の警告を掴んでいるからね。なるほどな。さっきも言った通り、右腕は雪深い山脈でね、一筋縄ではいかないよ。みんな準備はいいね？おう、バッチリだぜ。いい返事だ。右腕にはマクナ原生林経由で行く。あの短距離ポットに乗ってね。さあ行こうか。はい。
こうかよ。良いものだな。やったね、みんな。よくやったもん。ザンザはあれで滅んだわけではない。このままではまた悲劇は繰り返される。メイナス様、それでは。おそらくエギルもこのことに気づいているでしょう。しかしなぜモナドを解放したのか。それはザンザにとってもモロ刃の剣になりうるはず。そしてなぜあのホムスの少年を選んだのか。なぜあの少年のことを考えると胸が痛む。メイナス様。バネア、早々の修繕感謝します。もう一度あの少年に、モナドを持つ者に会ってみようと思います。モナドを持つ者に？ですがそれは。エギルは私の復活のことはまだ気づいてはおりません。それがメイナス様の望みでもありましたので。では私に任せてください。私はあの少年に会います。いえ、そうせずともモナドが引き合わせてくれるでしょう。あいつ好き勝手してくれるじゃねえか。それにようやく思い出したぜ。どこかで見たような娘だと思っていたが、ダンバンの妹じゃねえか。サブサブ、こんな寒いの俺初めてだ。無理もない。ホムスの住む仮想じゃこんな気候のところはないからね。リキ、寒いとこ嫌いもん。そうよね、マクナも暖かかったもの。ここを降りれば体験の警告なんだね。ああ、でもその前に君に見せたいものがあるんだ。僕に？そう、君に。ほら、見えるかい？あそこにそびえ立つ塔のようなものが。正確には遺跡なんだけどね。見えるもん。最果ての木より高そうだもん。まずはあそこを目指そう。話はそれからだよ。
やはおかげだよ。よ
やっやっはっ。
やyou
ほいほい。遺跡？こんな場所に誰が？アルビース、お前が言ってたのここだろ？しばらく見ない間に氷が張っていたとはね。あ？いや、こっちの話。それよりもあの氷を何とかしないと遺跡の中に入れないな。熱いお湯をかけるも！
おっさん、適当なこと言うな。そうだ、確かこの辺りに間欠泉の吹き上がる場所があったはず。そのそばにある洞窟に火曜石と呼ばれる石があるらしいよ。それがあれば氷を溶かせるのか。おそらくね。どうする、行ってみるかい。そうだね、まずは間欠泉を探してみよう。
力見せてやろうぞ。みんな頑張ろう。お供のみんな
僕にできるのか。スピード、みんなの気持ちが伝わってきたよ。やった、シルク、良い攻撃だ。負けてらんないもん。やってやるさ、エアスラー。えい、あれ来る疾風よ。こらえるんだ、切り裂け、レイザーボール。スリッチ、その時もらい受け。リキを見ていると心が和む。何？トレーニング大会よ。えい！エッジだ！スリットエッジ！今こそ連携を。あ、もう力が出ないよ。我が前を塞ぐ者は挟みかけるぞ。まずいよね。疲れたもん。